皆様、こんにちは。今日はですね、モーツァルトの続編ということで、また、モーツァルトの作品、やっていこうと思います。このシリーズはですね、思ったんですよね。モーツァルトのですね、パッション、それをですね、伝えるチャレンジじゃないかということなんですよね。どういうことかというとね、基本的に作品何かを見ていきますとね、もう楽譜に書いてある、モーツァルトの発想をですね、もうできる限り、モーツァルトの頭にどうなってたのかっていうこととですね、彼がもう何を伝えたかったか、そういうことを、もうできる限り組み上げて、それをそのままお届けできないかという、シェアしましょうと、皆様とシェアしたいという気持ちからですね、っていうことになりましてね。今回はですね、この、セレナード乗ってるな。この、トゥン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 をね、やってくれないかと 思いましてね、もう今日は大変、上機嫌になっておりますけれどもね、もう素晴らしい。もう、モーツァルトのパッションがね、もう、入りました。ということで、やってまいりましょう。で、そもそも、この曲は、もうですね、この、オトモア・スウィットナーというね、もう、素晴らしいモーツァルトでいっぱい演奏してくれた人がですね、もうこういった東欧のエテルナというですね、レコード、そこで録音した音源を聞いてみようということで、非常にね、もう輝かしい、素晴らしい録音です。で、お決まりのいつもの、ケッヘル。カタログを見てまいりましょう。ということでね。この曲書いてありますね。ここにね。これ8版ですけれども。これで、この曲1776年にザーツブルクで書かれて、まあこの当時はね、結構、室内とか、祝典とかでこういったセレナードというね、ものをね、演奏してたわけですけども、すごくね、祝典音楽といって非常にね、楽しくなるようなね、音楽をね、書いておりまして、モーツァルトもこの、この近辺の都市にはものすごい数ね、書いてるんですよ。でもこのね、セレナード、このセレナード乗ってるのはなんで選んだかと言いますとね、すごい面白い。これはただね、楽しいってだけじゃないんですよ、実はね。このケンプスコラだからね、ちょっと真面目に 行くんですけどもね、この最初はね、これ、第一楽章は、これは先ほどの、トゥン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 トゥ
それで、しかもね、この作品はですね、この1楽章は、そなた原始で書いてあって、後でね、それ見ていこうと思うんですけどね。で、2楽章はね、メネット。この、ダンダダンダダンダダン。これはね、結局ね、メネットと、それとトリオと言いましてね、メネットを演奏して、また、真ん中にトリオを演奏して、またメネットというね、3部形式になってる。そういう形式。それで、3楽章はね、ロンドー形式といってね、またこれも西洋音楽で重要な形式が3つ揃ってるということでしてね、これはね、すごくね、音楽のね、構造というものでね、ストラクチャー。それはね、説明するためにも、すごくね、もう凝縮されてる。素晴らしいんじゃないかと思ってですね、皆様とやってまいりたいと思うんですよ。ということで、早速もう、行ってしまいましょうか、もう。この楽譜を見るとですね、この最初のところに、助走がね、前奏みたいな、ドゥン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 がね、あるんですよね。そしたら、ティーララリララっていうふうに入ってくるんですけどね、これもね、いいんですけど、なかなかね、気持ちいいんですけどね。だけれどもね、ここで第一主題が出てきてね、これで、ここで、最初はね、この、エクスポジションって言いますけどね、もう、見せる。その主題がね、出てくるんですよ。で、ここで、また、オーケストラが行って、それで、また、この旋律が出てきて、これで、また、次の、また別のですね、旋律が出てくるっていうね、こういったことなんですけどもね、それで、次のですね、この半分まで行った後のところで、ここでね、次はですね、前出てきた主題を今度はアレンジするっていうかね、そういった部分になっていましてね。
ディベロップするわけなんですよ。ここでね、どんどん発達していく、発展していく。そこでね、どん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 やっていっていくとですね、最後にまた最初のが出てくるということでね、これはね、リキャピチュレーションって言いますからね、リキャピチュレーション。これはね、もう一回ね、ポンとで最初のが出てくると。それで最後にコーダで終わるわけなんですけどもね。そういった形式でね、結局こういうふうに今見ていきますとね、この音楽のこの楽譜というのはですね、見取り図みたいになってるんですよね、大きく見てね。それでもう一つ、これで、この楽譜を見て感じることというのはですね、面白いことにこの、次は、この4個のグループ、それとティンパニー、だん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 入ってますけれども、それでまた4個のグループ。つまり、通常西洋音楽っていうのはね、4声帯が基本でね、弦楽四重奏みたいな形でね、それがね、2つあるわけなんですね。これなんだと言ったらですね、バロック時代にですね、よく、コンチェルトグロッソっていうね、様式があってね、そういった中で、こういった、もう、すべての音が鳴る状態と、そこに、ここにですね、ソロがね、少し入ってきて、またすべての、トゥッティ、ソロ。それが対比しているということでね。これさらにそれをね、遡ると、この結局ね、4のグループが、それが2個分かれてるっていうのはね、このポリコーラルって言いますけどね、これはね、複合唱形式といってね、昔、4世代で歌ってた合唱をね、ヴェネツィアのサンマルコ大聖堂がですね、そのちょうど音響効果を使うために、右右翼と左翼にね、楽章を分けて、ここでステレオ効果みたいに、右と左にね、パーンと音楽をですね、やることによって、もう、音の世界、音場がですね、ものすごい広く感じるっていうね、そういう技法でありましてね、それも、から来てるんですけどね、結局これはね、まあ、別の言い方すれば、それがバロック時代になっていた時に、コンチェルタートついてね、こっちから来たら、対比、強いところ、弱いところの対比何かをね、技法によってね、音楽をそのメリハリをつけたりするというね、そういうね、システムもね、見られる。これはもうなかなか面白いわけなんですね。ですから、フォルテとピアノの対比なわけなんですけども、それがすごくね、効果的に使われてましてね、こういったこともね、見ていけるしね、このね、先ほどからもうハマっちゃってますけどね、このタン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 
この239よりちょっと前ぐらいだったかな、210番台にね、ありましたけれどもね、218だったかな。で、その、なんて言いますか、主題それがね、似てるんですよね、すごくね。だから、モーツァルトの中でもね、結構ね、作品同士でね、あそこに出てきたね、主題が、こっちでも出てきてみたいなね、彼の頭の中でね、それがね、気に入ったものをね、いろいろ使ってたりしてね、面白いということで、そういうことも言えるんじゃないかということなんですね。という感じでですね、じゃあちょっと、実際じゃあその効果というね、ものがどういうものなのか、聞いてみましょう。いきますね。気持ちいいですね、これ。これもチョッチになってます。これちょっとね、装飾音を加えてるんです。でも、ここで違う主題ができましたね。しかもこれは俗称でね、ドミナントでできますね。胃腸腸だったかな。ティンパニー。ここでですね、気持ちが入ってきます。もう滑らかですね。ここはまず、ここ変化球ですね。すごく歯切れがいい。で、筆が入ってる。次のところ出てきました。この面白いですね。あっちゃかってる。
ここもキビキビしてていいのよ、なかなか。このね、リンパリンパリいい仕事してますね。で、ここ、フォルトピアノがね、わーって、なかなかね、こっちがね、グループになりますね。これ対話してますね。このグループがね、お互いに、っていうのエコーみたいですよね。もしくは、応じてます、これに対して。ここしかもピッツカート。ここ、フォルテになってますね。ってもう一曲、さらに、4倍ぐらいの。またほら、帰ってきましたよね、これでね。ドミナントでね、来るんですよ。5度上に来るわけなんですよ。しかも1個ね、臨時記号が増える形でね、延長するわけ。もう1回までね、最後に、リキカプシュレーションしてますもんね。戻ってます、最初に。で、ここのフォルトピアノね、もう微妙な細かいね、この、動きっていうのはモーザートらしいね、加減楽法ですよ。ピッツカート。このね、細かいんですよ、アーティキュレーションがね、なかなかね、音符のつながりがね、塊がいいと。繊細だということですね。おぉ、すごい。パシュッと出てるんですよ。これちょっとね、今、ちょっと暗めになったんです、音がね。感じになってましたね。ということでね、全体の見取り図をですね、言うとですね、結局最初に主題前奏か、ここで最初に前奏が入りましてね、それで次にここで第一主題が出て、また少しかあの間に出てきて、でそれがちょっと変化球みたいな形でね、来て、それでまた来てですね、それでさらに第二主題が出てきて、しかもそれが続調と言いますね。これもともとね、これ2つついてますからね。D、メジャーだから、2長調なんですよね。実際これはレから始まってますからね。D からね。で、それに対してね、ここはね、A ですよね。これは、日本語で言うと、胃腸調か。胃の音から始まって、A から始まってますから、ラから始まってますもんね。ということでね、ここはね、ドミナントの関係になったんですよ。つまり5度上になってるんです。で、ここで来てですね。で、一回クローズしますね。ここで閉じますね。それで、カデンツが打って、そこから次にこっちに来るとですね、この発展させるっていうね、ところでね。で、ここのところはすごくね、繊細でね、すごいなかなか味わい深い感じで、昼だと思ったら夜みたいな感じになってね、少しね、ゆったりしてましたね。で、またそうすると少しずつ夜が明けてくるようにして、でですね、また出てきますと。リキャピトゥレーション。出てきますということでね、もう一回そういう最初に行って、それでコーダで終わるということなんですよ。だからモーツァルトはね、こういうね、様式を使ってますけどね、結局ね、この様式というのはね、モーツァルトはすごくそれにフォームに従ってね、音楽をね、よく書くんですけれどもね、このね、作曲をするときには、ある程度頭の中で、この様式はこうだということを念頭に置いておくとですね、その中でね、プランを立てやすいということでね、作曲の中のこのね、フォームはすごくね、作る側にしてもね、聴く側にしてもすごくね、アイデアを整理するという意味でね、大変大事だということがわかると思うんですよね。
それでですね、次のじゃあフォーム行ってみましょうということでね、見てみますとね、これなんですけどもね、今度はね、メネット。これは結局、フランスの宮廷音楽からね、フランスではミュエって言ってましたけどね、ヨーロッパ中に伝わっていて、で、イタリアでもドイツでもね、このメネットが、もうモーツァルト時代になると非常にね、もう愛好されてて、代表的でした。モーツァルト自身もね、一番小さい時にメネットをいっぱい学びましたしね、すごくね、基本だということでね、あれなんですけどもね、このね、リズム、タンタタンタタンタータンってくるね、このタタタンタタン、このリズムね、これはね、ロンバルディアって言うんですけどね、この逆譜点リズムといってね、最初の方がこれが短くてね、次はね、つまりだから軽いアクションからパカーン、あ、軽いと言いますか、この短い、失礼しました。短いね、そこからね、ターン、タターンってくるね、このね、リズムね、これいっぱい出てくるんですけどね、これが特徴的でね、なかなかね、チャーミングなんじゃないかということ。さっきのね、第一楽章も非常にチャーミングでしたけどね、もう、なんかおどけたようなね、タン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 、これね、ちょっとね、ユーモラスですよ。ですけど、これも負けずと劣らず、ユーモラスなんですね。チャーミング、今度は。さっきはユーモラス。こっちはね、チャーミングが出てきてるんじゃないかと。モーツァルトらしいんですけどね。それをね、じゃあちょっと見ていこうということなんですけどもね。なかなか、さっきもちょっと出てきましたもんね。このね、アーティクレーションって言いますね。この6個のね、音があったらね、この4個が先、最初の、この4個が繋がってます。で、あとの2個ですよね。このね、微妙なね、この味付けというかね、音のまとまり。それがね、本当にね、細かい。彼はね、すごく繊細に書いてるんだということでね、それもね、聞きどころですしね、なかなかね、このパート感の受け渡しなんかね、このあたりなんかもね、期待できるんじゃないですか？これはもう面白い。なかなか面白い。とか、先ほどもできましたけども、応答関係、エコーみたいなね、こだまみたいに聞こえるとこがね、いいということで、ちょっとじゃあ、実際に聞いてみましょう。このキューブの入れ方だね。チャーミング。かがらしいですよ、これ。非常にチャーミング。タララリタッタッタンなんです。タランタランタンタンタタンタタンここの中で、いいね、ここも。ここ受け渡しますね。これを、上の2世を受け渡します。こっちに今度伝えましたね。こう来てますね、上から。一つ増えてますね。臨時記号が。ね、このリズムやっぱりね、いいですよ。乗せられてきますよね。すごくやっぱりね、三拍子なんですよね、メヌットってね。これがね、やっぱりよく現れてますよね。ここがトリオですね。で、半分だった。4個。しかも、オブリガートで、タタタタタタ、このね、3連符。ここ一緒になりました。この間をね、装飾してますね。ここ一緒にやられるんですよね。なかなかいいですね。この、ね、全段音。これ、
モーツァルト節。ちょっと変えてきたけど、一緒にここなんです。ヒーダン、ここが来たね。モザーのらしい旋律また受けて、ここがね開いてますもんね。だから弾きやすいし、ここです。なかなかね、ここなんかもね、別の見方するとすごくドーンってきていいですよね、音がね。このね、休符で空いてるところがね、なかなかこれもね、いいんですよ、すごく。受け渡し、なかなかいいですね。味わいがあります。ここなんかね、さっき申し上げたけどね、本当にスタッカートで良かったですよね、本当にね。もうだからもう本当に素晴らしい、一個一個のね、そのパートの役割がね、きちっとね、はっきりと分けられてましたからね、すごくその中で、曲の中でチャーミング度をね、アップさせるためにね、貢献してるんだなぁと、それをね、すごく感じる。シンプルなんだけど深く聞こえるっていうね、これがやっぱモーツァルトのね、真骨頂なんではないでしょうか。ということでですね、メネットもトリオもまたメネットも聞いて戻りましたけれどもね、今度最後はね、ロンド。これはね、ロンドっていうのは結局これはフランス語から来たんですね。もともとこれは文学作品とかで主題となる詩の一行があったら、それでまたそれに対しての変化球が来て、また主題が戻って、また別のバラエティバリエーションが来て戻るというような形で、それが音楽にもねまた応用されたというかあるんですけれども、もともと音楽と、先ほど申しそんなにはっきり申し上げませんでしたけどね、一番最初の普天リズムがありましたよね。でメンネットにもありましたよね、普天リズム。それ逆になってますね、それね、ロンバルディア。そういうね、普天リズムはなかなかダンスから来てるし、こういったね、あとは声楽からも来ていたりしてね、本当に音楽っていうのは基本的にはダンスと歌なんですよね、踊りと歌、そのねところから、源泉から来てるというんですけれども、それが結局器楽曲にも応用されていくわけなんですけどもね。次これをね見てみますとね、この最初のこの主題があるとするとね、何回もこれが出てきますからね、ちょっと聞いていただいてね、なかなか面白いんじゃないかなと思うのでね、まあこれはもう聞いていきましょうと、そうすればですね、聞けばわかるということでやってまいりましょう。このなんかチャイミング、このこのチャーミングですよ、なかなか全打音が、ね、少し変えましたね。ここで全体が鳴ってますね。で、フェルマータで休符で、最初のが少しね、短く出てきました。ここすごく増えたって言ってね、この旋律はまた小玉みたいに出てくるんですけどね、一緒に、おースタッカート楽しい民謡みたいな旋律、ここいいですね、店長、味わい深い。お
合ってますね。最初にね、このモチーフがね出てきますよね。で、ここでパーンってきたら終始して変わるわけです。これこれはね、フランスのね、序曲みたいですよ、普天リズムで。いきなりね、おどけてたと思ったら、真面目なね、このフランスのね、序曲、オペラなんか、バレエとか始まるね、最初のね、幕開けの曲、リュリなんかね、から始まってる。で、この、重厚な、これはまあ、ヘンデル風ではありますけどね、すごく、出てくるんですよね。で、続いてここで速くなる。で、この楽しくなってきました。この、ね、間のところがいいですよね。このね、これで全体的に今の音楽がオーケストリゼーションされてますよね。オーケストラの曲、ここ対応細かい休符があって応じてます。これがモーツァルトらしいその休止戻ってきますね、最初のね。この長角でここが面白いよね。ここだけが動いてますよね。ここはさっきと同じなんで味わいましょう。後で先ほどもねちょっと出てきたけど、それが今度一拍目が抜けてる、面白い、なかなかウキウキ。ここがね、このモーツァルトはね、一拍目をね下の方にしてね抜かす、こういう方法。あー、モーツァルトらしいですね。ズね、ありました。また出てきますね、最初のね。最後のという感じでね、なかなかね魅力的なモチーフがいっぱい出てきてね、面白かったと思うんですよね。なかなかモーツァルトらしいっていうのはね、このねもうジョークみたいなね、おどけた感じのとこなのに、いきなりこのね重厚なねオーバーチャー、フランス風のね序曲、まあヘンデル風でしたけれどもね、それが出てきちゃってね、それでまたね、どんちゃん騒ぎみたいになってるね、ウキウキするようなね、なんかこのね、なんて言いますかね、コミカルな感じはね、なかなか面白かったんじゃないかなということでね、まあ、全体的に見てみますと、こんな形で曲全体がですね、1楽章、2楽章、3楽章、それぞれも魅力的なんですけども、大体このモチーフとなるアクセントとか、あと普天のリズムですね、普天のリズムも結局これもね、踊りから来てるんですけどね、フランスでは結構多く使われた、そういったね全体の統一性もよく考えてね、もちろんあの調もね一緒だしね、作られてたんじゃないかなと思います。今回これでソナタ形式、次メネットと見てみましょう。メネットとトリオ、それとロンドということね、 1,2,3 でね見れてこれたと思います。そして魅力的なモーツァルトらしい音の使い方なんかもね、出ててね、もう面白いということで、今回も大変盛り上がりました。今後ともですね、このモーツァルト特集といいますか、モーツァルトの気に入ったものからやっていこうと
気分に合わせて、今日はもう楽しかったからこれになってしまった。それなどのトロになりましたけれども、また作ってみたいと思います。ひらめきでね、パパーンとね来たものやってみます。今回もありがとうございました。